オンリーラバーズ・レフト・アライブは、ジム・ジャーム氏監督、脚本による2013年のアメリカ合衆国の恋愛映画である。出演は、トム・ヒドルストン、ティルダ・スウィントン、ミアはシコースカ、ジョン・ハート、アントニー・イエルチンらである。第66回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、パルムドールを争った。第66回カンヌ国際映画祭でのキャストと監督、 2010年8月、ジム・ジャームッシュは、ティルダ・スー・イントン、マイケル・ファスベンダー、ミアはコースか、ジョン・ハートが出演に合意したが、資金は未調達であった。2011年5月、彼は映画を、クリプト・ヴァンパイア・ラブストーリーと説明した。2012年1月、ファスベンダーに代わって、トム・ヒドル・ストンが起用された。ドイツの、NRW ・フィルム・スティファ・チューングから融資を受け、 ミシガンの映画インセンティブに承認された。撮影は2012年6月より、デトロイト、タンジェ、ハンブルクで行われた。2013年4月、第66回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に追加で選ばれた。同年には他に、トロント国際映画祭、レイキャビーク国際映画祭で上映された。ありがとうございます。